注意。エモいことがしてえ。皆さんどうも、姫咲です。さて、今回のテーマですが、嘘映画の予告でも作るか。実はこのチャンネルではアラサーリーマンがサンプルボイスを作った結果というクレイジーな動画を上げているのですが、サンプルボイスって映画のナレーションみたいなのを読むんですね。で、既存のものを使えないから、オリジナルで架空映画の設定を考えてその宣伝ナレーションを読んだりするんです。こんな風に。フランス革命を、邦画史上最大の規模で描く。映画、テルミドール。公開予定、なし。乞うご期待。今回はこれを、もう少しだけ大掛かりにしてみようという趣旨の動画です。いや、もちろん、映像やらを用意するのは無理なのでラジオ CM みたいな感じで。とりあえず私は登場人物の声を2人分担当します。その代わり、ナレーションをゆっくりに押し付けます。今回の嘘映画はズバリ、フランス革命をテーマにします。フランス革命について詳しく話すとそれだけで長いので、とりあえず登場する人物2人について簡単に説明します。1人はマクシミリアン・ロベスピエール。フランス革命の中心的人物の一人であり、彼の主導下では多くの人がギロチンで処刑された恐怖政治が行われました。マリー・アントワネットの処刑を主導したことでも日本では有名です。しかし、人柄は至って真面目で清廉潔白であり、その真面目さゆえに恐怖の独裁者と化した人物といえ、ロベスピエールを救う人も少なくありません。もう一人の人物はジョセフ・フーシェ。こちらも悪名高い人物ですが、ロベスピエールとは対照的に悪の強い人物として知られています。裏切りや諜報を得意とし、その代わり身のうまさからカメレオンの異名を持つ人物で、知人であったロベスピエールが独裁者と化すと彼を追い落とすクーデターを計画して彼を処刑に追い込み、その後台頭するあのナポレオンでさえフーシェを頼りながらも、警戒していました。そんな対照的かつ、基本的には敵である二人をあえて古い友人として描く映画があれば、絶対面白くなる、という妄想が自分の中にあったので今回はその CM を作ってみます。では、9。18世紀のフランスで生まれた、二人の青年。彼らの名は語り継がれる。一人は恐怖の独裁者として、そしてもう一人は、希代のカメレオンとして、一人は、仕事熱心で兄弟思いな青年弁護士、ロベスピエール。一家の主が、家族を路頭に迷わせるわけにはいかない。窮する人を救うのが、弁護士の、私の役目だ！そしてもう一人、冴えない貧乏教師、フーシェ。なんとつまらぬ世であることか。好きに学べ。私が教えることなど何もない。二人は出会う。どこにでもいる、まだ何者でもない青年として。あんたにあんな妹がいたとはな。今度紹介してくれよ。君のような不真面目な男にはやらん。それは、ありふれた、けれど幸せな友情の形だった。しかし、世界史を揺るがす、大事件が起こる。フランス革命、勃発。ようやく、俺の世が来た。一世一代の好機、フランスのため、我らの才を振るおう。二人は自ら、激動の時代に飛び込んでいく。しかし、ロベスピエールは、かのオーストリア女、マリー・アントワネットは、フランス国民を裏切り続けた大罪に、もはや死罪に処すほかないと思うが、いかが。やがて二人を、運命が分かつ。次に何かあったら、君とて容赦はしない。私とて、君をギロチンに送りたくはない。はい、分かった。そして、あいつには、消えてもらう。対立の果てに、この世に裏切れぬ相手など、一人もいないわ。彼らが見たものは、私は間違ってなどいない。そして現れる、新たな英雄。ナポレオン、ボナパルト。これは、一つの友情の物語。フランス革命を、邦画史上かつてない視点で書いた大傑作。映画テルミドール、公開予定なし。面白くなってきやがった。いかがだったでしょうか。ぶっちゃけ今回やったロベスピエールとフーシェを友人として書くというのは歴史好きからすると、
かなりの暴挙なのですが、それ以外もむちゃくちゃポイントはあるんで、いくつかはこの後に書いときます。気になる人は読んでみてね。エンタメ性の重視の結果だ、許せ。もし面白いと思った人は、ぜひ二人について調べてみてくださいね。本当に、調べがいのある偉人二人なので。また、私自身に興味を持ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメント等、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。